はい、こんにちは。3人ですよ今日も。そうですね、こんな2週連続で3人揃うこともうないですね。もうないかも。今年最後かもしれないですね。そうですよ皆さんね、この3人見納めですよね。まだ2月のおね、にゃんにゃんじゃん今日。何ちょっと、ね、どういう日なの、ニャンニャン日、どういう日なのそれ、ね、どういう日ですか。キャバクラに行く日なんだよ、ね、キャバクラに行く日か。あ、ツインテールの日ね。ツインテールの日でもあるそうですよ。こんにちは。こんにちは。嘘でしょ、もう金曜日のお時間です。そう、嘘でしょ、もう金曜日っていう番組はね、金曜日の毎週4時から生放送でやってるんです。うん、知ってますよ。なんで急に。3年目ですからね。いや、今日から見る人、いつ3年目になるんですか。今3年目、今年3周年イヤーに。周年ってことは、うん、5月でかな。10ヶ月ぐらいやってるって、そういう意味やってるけど、もう3年目に入ってる。今年の5月で3周年。3年目ってこと、うんうん、なるほどね。3周年イヤーに入ったという時期ですね。あっという間でしたね。今日はね、なんかこう常々ね、うん、なんかこう誰かが言ってたよね、なんか新年会しようよ新年会しようよつって。あ、誰か言ってましたね。誰か言ってたんだよね、うん、で全然ほら揃わなかったじゃない、まあ俺が俺がまあね大体揃わなかったんだけどもね、うんうんうん、ということで揃ったんでね、揃ったんで新年会やりましょうみたいな感じでね、やりましょう。ねそれぞれちょっとあの買ってきたんですよね。買ってきたの、はい、買ってきたのもあるんだけどね、うんうん、俺もあの差し入れで酒持ってきたのよ。ええ嬉しい。うん、だちょっと今から取ってくるからさ、あのちょっとつないでおいてよ二人で。分かりました。CM の時に行った方がいいよな。その方がいいかもしれません。うん、はい、ね、というわけでね、始めていきましょうか。というわけで本日も私末永ゆりえと道井康樹と甲賀忍でございます。よろしくお願いします。この番組は。梨畑より心を込めて遠山園、千葉に来たらハピソーでしょうの及川さん、地域のコンビニが一番田中さん、人事評価など会社の仕組み作りをサポートする橋岡社会保険労務士事務所、皆さんの航空衛生をサポートする良きパートナー天王台駅前歯科、一生懸命な人たちの応援団東京ジャッカロープ、環境と人に優しい設計株式会社 PAC、日本の酪農家に高品質な牧草を、大成トレーディングの提供でお送りいたします。はい、ご覧いただいた皆様ね、気づきましたでしょうか。気づいた。気づきましたでしょうかね。気づいたかな。ちょっと音質がちゃんと違うっていうね、うん、あ、そこかい。合わせないんだっていうね。あ、そこかい、うん、気になっちゃいましたね。違うでしょ、そこじゃないでしょ。ちょっと気になっちゃいました。違う違う違う、音質違うの。長くなってるでしょ。長くなってます。長くなってたでしょ。長くなってました。ありがとうございます。先週ね、してね、お越しくださった、はい。なんと皆さん覚えてらっしゃいますか。覚えてらっしゃいますかっていうか、うん、見てくださったかしらね。うんうん、先週のゲストのね、うん、倉沢さん、うん、なんとねその場でね、うん、あの飲み行ってね。くどいたらスポンサーになってくれるということでね。言い方、言ってみるもんですね。ロックの歯医者さん、ロックの歯医者さんってね、ロックの歯医者さん、はい、天王大駅前歯医者、あの歯科のね、うん、院長先生倉沢さんがですね、はい、なんと、スポンサーになってくださいました。ありがとうございます。からのからのですよ、もう一つ、もう一人で改正トレーニングというですね、トレーニングじゃない、トレーニング、はい、ね、来てくださってますよね。今日来てないんですけど、ね、あ、違う、そう、ま、前にスタジオ見学にね、あの来てくださったね、海瀬社長がですね、その方もなってくださいましてですね、ありがたいです、本当に、まあ、ありがとうございますね。ちょっと今後ともよろしくお願いします、ね、本当にね、はい、よろしくお願いしますということでね、なんかあのどうします、まずありましたっけ、なんか、いや、あ、ツイッター募集とかって、ほら、テーマとかさ、やることあったっけ、やることあったっけ、うん、あったね、うん、なんかいつの間にかさ、うん、あのコロナのこともさ、うん、あのなんか言わなくなったし、うん、あとほらなんかこのフレッシュトレールがなくなってる、うん、そう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 、そうなんですよね、フレッシュトレールっていう機会があったんですよ、皆さんここに、だいぶ前からなんですけどね、お、うん、あのどんなね、ウイルスも除去するっていうあのフレッシュトレールがついに売れ切れた。フレッシュな空気は取れるっていう、フレッシュトレールがね、そう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 、取れちゃまずいんですけどね。いや、取れるってこっち側に取れるってことよ、こ、うん、こっち我々が取れるってことよ、摂取ね、あれなくなったのね、うん、まあいいや、とりあえずあのじゃあツイッターツイッターっていうかまあ X ですね、はい、あのまあ何でもいいの送ってください。アットマークアズパン FM、うん、こちらまでお寄せいただきましたら、せっかくですから本番中にね、明日ほら節分の日なので、うん、
節分にまつわる思い出とかもしあれば、あ、ね、投げた豆がほら帰ってくるみたいな、目に当たって痛くて兄弟喧嘩になったとかさ、ああ結構あるでしょ、うんうん、そういうの。確かになんもないけど、あ、まあそうですね、もしお持ちなら豆を、地域によっては落花生の殻ごと投げるとこもあるんだよね。 あるみたい。そうすると拾うのが楽だし、うん、拾って食べれるのしみたいので、殻ごと投げるとこも結構あるんです、うん、いいよね。へえ、バラバラのところもあるけれども、うんうん、これ本当は何を投げるの？何の何豆なの？これこれ違うよね絶対ね。この豆を、あ、これだ。これじゃない。これはね、この豆使ってた。こういう大豆っていうか、ね、これこれ、うんうん、ただのこれ大豆、うん、じゃない？大豆なんだこれ。うん、あ、大豆なんだ。だから落花生のところもあるし。なんで豆投げるか知ってる？そもそも。お、なんでだい？来た、俺絶対今日うんちくを道井は節分について語ると思って。についてとかじゃないのよ。いや、俺そのことだけは単純に触れまいとこうと思ったのに。単純になんで豆なのかってでも疑問に思わない？思う、うん、なんで、ね、あのね、あのサジとか槍じゃないのかっていう ねそっちの方が強力だもんね。強力サジ、サジっていうことでしょ。サジでボケたんでしょ。ユリエスルーよ、ユリエスルーね。なんだっけそれで、ま、魔除けの魔を滅するんだって、うん、魔を滅するから豆なんですって。そういうこと、うんうん、だから全部語呂合わせなんだよな。そうそう、なんかさ、ダジャレ好きなの昔の人は。昔からダジャレよ。なんでだっておせちだって全部ダジャレでしょ。あ、そうね。なんだっけ、昆布ってなんだっけ、喜ぶとか。そうだよね、そういうことなんだ、うん、エビってなんだっけ、見通しがいいようにとかさ。エビはね、エビは腰が丸くなりますように、長寿で、ね、長寿の腰が曲がるまで長寿とかさ、全部、うん、腰曲がりたくないよね、でも本当はね、エビになりたくない。エビ入れるのやめようぜ。そうだね、うん、もう節分うんちく終わりなの、うん、なるほど。いやだから今日は、うん、新年会で家族、はい、明日が節分ということで、ね、恵方巻きを3人で、うん、だからほぼ放送事故ぐらい無言で3人で食らう時間を作ってはどうかと思ってるわけです。さあ、すごい、もうやることがてんこ盛りでございますね。てんこ盛りでございます。放送時間までに終了できますでしょうかね。ですね。とりあえずね、うん、ちょっとはい、あれですよ、見てみたいよ。お酒の差し入れを持ってきましたよ。見せてありがとう。まずでも、我々の飲み物を乾杯してからにする。そうだね。で、この恵方巻きっていうのが、うん、まあまあ、俺らちっちゃい頃こっちの人だから俺知らない。あ、でもあなた向こうだからちっちゃい頃からどっちの人なの、あなた。あと九州でしょ。私九州よ。だから昔からあった恵方巻きが、うん、なかった。関西の文化とかって言わない。そうだね、恵方巻きなんか生まれた時からありますよ、そんなの。おお、そうなの。いや、覚えてないけど。いや、そりゃそうだって覚えてる。幼稚園の頃。なんで黙っちゃうの。幽霊に任せたと思ったね。いやいや、やめてよ、あなたが振ったんじゃ。一旦乾杯しようか。一旦乾杯しようか、ね、そうしましょうか。そしてみちいちゃん、俺ね、うん、うん、桜の時期だから、うん、桜ビールっていうの見つけたので。そうなのよ、これ気にならない、桜ビール、うん、でも札幌なんだよね、うん、そう、これ美味しいのよ。飲んだことある？当たり前じゃない、俺誰だと思ってんのよ。俺私も飲んだよ。むにゃー私だけがこんな、これでテンション上がってたの、うん、なんかさ、乾杯しよう、乾杯しよう。なんで今日道のさ、アップなの今日、うん、これ桜ビールをね、ちょっとね、うん、自慢しようと思ったわけ。新年会ということで、なんで道ちゃんのアップなのよ。初めて、まあ、ちょっと遅い新年会ですね、これね。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいね、うまいな、うまいな。ちょっと札幌さん、スポンサーになってくんないかな。あのさ、ティッシュもらった、うん、あ、いいですよ、ティッシュね。あら、こぼしちゃったの。拭いてあげようか。大丈夫ですか。こぼしちゃったのね。ほんとね、下手なんですよ。あ、でもね、俺も最近ね、歩きながらドリンクが飲めなくなったの。そう、多分口元が緩くなってきたんだろうね。緩くなってきたんだろうね。多分手が、この辺がね、震えてんだよな、私。手が震えてんの。空中じゃねえかよ。空中じゃねえかよ。なんか震えちゃうんですよね。いや、でも、もう桜の季節ですか。でね、うんうんうん、恵方巻きもあるんだけど、うん、恵方飲みって知ってます？いいね、やってもらおうか。知らない？あの、まずね、恵方飲みっていうのがあるんです。そう、本当にまずね、これをね、みちちゃんそのまま口に、ね、パコッとはめて、口をパコッとはめて、これ全部かぶってかぶりつくわけよ。わかんない。恵方巻き飲みでしょ。任せた任せた。いやいや、だからあの口、でも調べたら出てこない、恵方飲みって。出てくるよね。出てこないよ。出てくるよ。だからそれを口に入れてさ、ほら来た。恵方飲みとはお酒で楽しむ大人な節分。ほうほう。節分といえば豆まきをして恵方巻きを食べるのが定番ですが、最近では恵方巻きなどの恵方飲みがブームになりつつあります。恵方飲み、正しい作法、日本酒をご紹介します。あ、なるほどね。
だから恵方に向かってお酒を飲むことで福を呼び込み願いを叶えるという、まあまあだから酒飲みが勝手に作った文化かもしれません、ね、恵方巻きの代わりに日本酒のおチョコにしようよみたいな。結局は酒飲みだけでしょ。普通じゃんそれも。月見と一緒じゃん。あ、まあそうだね。なんだけど、恵方知らないね。知らないね。恵方恵方知らなくね今年の恵方。あ、俺知ってるぜ。え、知ってる？あのね、なんだっけ？あの北違うえ？北西でしょ。え、違う。東東入ってた。北北西北北西東北東だって全然違うじゃねえか俺全然知らない。え、なになに今年の絵お前も知らんのかい毎年変わるのそりゃそうよ東北東だ当たったユリアの方が近いユリア当たったもう全然違うっつったじゃねえか東北東え、これ毎回違うのそうよ、で今携帯でコンパスやってるからちょっと待ってよなんでこれ毎回違うの北がこっちで東北東だから東北東あっちだ東北東こっちこっちの本当それ、うん、えそれさすごく番組的にはなんてカメラアングルのいい方角なの本当だ ね、まあ、こういう感じてっきり俺こっちだと思ったのにさ絶対嫌だったねあこっちちょうどいいねだからこっち向いて飲んでりゃこれあそうなんだ節分飲みですかじゃあ今日はじゃあ節分飲みしますかじゃあ皆さんじゃあね、あなんかこれなんかなんかの CM みたい、うん、なんかの CM？ うん、でもこれちょっと新しいねみんななんかあの恵方を向きながら喋るっていうのあもういやもうどうする恵方巻きいっちゃうそれともゆりじゃないやしのぶさんからのやつ、ね、行こうかそっち行こうじゃあ今日のメインイベントにしましょう恵方巻きはあそうなのね3種類買ってきたんで、うん、どの恵方巻きがいいかはみんなで全力あっち向いてほいで決めますんでね全力あっち向いてほいで決めますから、まあ、久しぶりだなオッケーオッケーオッケーあのねあ、うん、どうしたのあのもう一個忘れてきちゃったんだけどじゃあ一回 CM 行きますかそうだねその前になんかないなんかこう言うことなんもないかちょっと CM 行くには早すぎるまだ早すぎるよね一、うん、回だから節分に戻そうかいいよいいよ今日全部でね3回 CM 流れますんであそうなんだ、ね、じゃあそれだけ心得といてくださいませ早く見たいねなんで変わるの何が恵方って方角が、うん、もういいじゃないなんでだっけあのだってさ毎回毎回違うよねそういえばだって鬼門は変わらないじゃんずっと北北東座礁鬼門って恵方が変わる理由でちょっとカタカタしてもらっていいですかすいません、うん、何俺うんちくだいもう知らないのもう酔っちゃった俺早くない嘘嘘なんで変わるの恵方ってうん、恵方とはその年の福徳を司る徳徳人のいる方角でその方角に向かって、うん、ことを行えば何事もきちっとされるとうんうんあその年のうん、ああなるほど恵方は実家に深く関係しています、うん、10種類に例えたものですうーんなるほどなんか決まってんだないろいろえでも面白いね西暦の下一桁で恵方を分かるんだね何種類かしかないっていうのは聞いたことあるんだよ、うん、その何種類かが毎回変わるみたいな10の周期ででもそうすると 1,2,3,4 種類しかないってこと恵方この4種類のうちどこかになるってことかあ恵方の方角は東北東か西南西か南南東か北北西の4つしかありませんこの4つをそうだよねだからこの4つを西暦の人の一桁によって変わるってことだうーんはで、でもね、うん、俺のね知り合いのねドキッとするそうだね俺の知り合いの社長さんがね、うん、すごいこと言ってたよ何ですか今まあなんかちょっと恵方ってさ毎回変わるとか言ってるじゃんか、うんうん、これ決めたの多分昔の人だよねすっげえ昔の人じゃないの多分最近の人じゃないでしょ恵方ってこと多分いやだって恵方知らないよ、ね、恵方もうなんかもう平安時代とないんだから暑い時よかったって俺コメント来ないのかと思ってたよもう節分とかつまんないのかと思ってた、まあ、節分ってでもやる人はやるけどさそれでさあんまり、うんまあ、でもかなりじゃあ昔の人だったじゃないでしょ相当昔だったと思うのよ、うん、絶対さ平成とかに作られたものじゃないと思うの、うんうん、あのあれもそうよ年あほら厄年とかあるでしょ、うん あ, うん、あれもさ、うん、同じような感じでさそんな最近始まったわけじゃなくてもうはるか昔に作られたものでしょ、うん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 、なんか多分江戸時代とかじゃない
いやそれ意外と最近じゃないの。江戸時代って最近なの？わかんない。厄年がいつからあるんだろう。そんなこと気になる、まあ、つまり俺が何が言いたい、何が言いたいかというと、俺のその社長、そう見た、うん、見たな、忘れちゃった、厄年の成り立ち。毎年さ、あの翻訳とか後訳とかさ、いろいろ厄年みんなすごい厄払いとかしてさ、気になってるやんか、その俺の知り合いの社長さんはね、一回も行かないのそういうの、なんでですかって聞いたら、え、だってこれって昔の人の基準で作られたあれ年俸のあれでしょっつって、だからあのほら昭和何年49年今年は厄年とかっていうのが、あれがほら暦ってさ昔と違うじゃない今って、なんか間違ってつまりなんだろうね、いや、だから今の人に当てはめたあの年式ではないんですってで社長が言うわけですよ。だから昔の人のあのいやだから計算方式で、あの厄年だから別に今に当てはめてもあれ意味なくないって言われて、はうわーと思ったの俺。厄年が気にするタイプなんですか？いやだから俺その人の話を聞くまでは超気にしてたの。でその話を聞いて、あバカバカしいと思って一切気にしなくなったの。なんかその昔の人の暦基準というよりは、人の一生の中でその節目でこう起こりやすいっていうその基準なだけで、そう要するにだからあれでしょ、なんか僕はそういうの全然気にするタイプじゃないさそうでしょ、全然気にしないの、厄年とか何も気にしないんだけど、あんたも金だけだもんね、そうそう気にするのね、ウイルスとかウイルスとか金に弱いだけで、そうだね、なんだけど、あれ多分数えなのよ、数えで感覚な、だからそれを昔のあとは数えです、それを現代版に当てはめて数え、昔のこれだから今の人はこの年生まれの人ですよみたいな感じだから、多分そこうまいこと換算されてるから、でもじゃあ今現代風になってるところなってると思うよ。じゃあ俺社長に言っとくわ。今現代風になってるらしいっすよ。なってると思うよ。そういうことだよね。けど別に僕はそんなあんまり気にしたことはないですけどね。でもこれね楽しみだな、マジでね。その社長超頭いいから何を言ってもね返してくんの、だから今それを言って今現代風にもうあれは数え年であの直されてるはずですよって言ったらなんて返ってくるか、次の放送で、ね、あのちょっとあと LINE してあの俺忘れるから聞くの忘れるからさ、リベートですな、リベートです。一旦 CM 行きましょうか。あ、そう、あ、そんなことない、一回コメント、あ、じゃあコメント紹介してから、ね、あ、ごめん、紹介してから行きましょうね。コウジさん、あ、声でかい、びっくりした、あんたに言われたくないわ。いやいや、嘘でしょ。どういうこと？あんたに言われたくないわ。どうしたの？声でかくなかった？いきなり。別に。あ、イヤホンしてるから。ちょっとびっくりした。ごめんごめん。大丈夫だったよね。あなたの方がとてもすごいのよ、いつも声。ね、だってもう相変わらずマイク外されてるから、ね。ちょっと、コウジさんが届いた。コウジさん、ありがとうございます。はい、今日は、あ、同じこと言ってるよ、みちいちゃんと。今日はツインテールの日だそうですね。してなくてごめんなさい。本当よ。いる可愛いもんな、ツインテールな。ありがとう。見たことないけど。私の孫ツインズのツインテールをどうぞ。何言うもう一枚はミッキーヘアのツインズです。ちょっとめちゃくちゃ可愛いんだけど。可愛い。お孫さんツインズ、双子のツインテール。可愛い。いや、これちょっとデビューさせたらいいんじゃない？待って、可愛い。ちょっと待って。あ、これは違う写真か。ねえ、ミッキーだよ、しかも。そうそうそう。すごくない？もう一枚ミッキーヘアのツインズ。お母さんやって。てくれた。いや絶対そうだろうね。すごい。これさ、まずこれはあれだな、コウジさんの孫ってことは、あと息子の息子だから息子さん、息子がいるんだよ、確か息子がいるんだよな。いや息子さん来てくれたじゃないラジオに。でもあの人結婚してないもん。あ、結婚してないんだ。だからまた違う。コウジさんの孫さんって感じで。いやいやいや、また違う、ちょっといろいろと語弊がありますよ。俺が何が言いたいかというと、この子の親超綺麗だね。え、すごい可愛い、本当ありがとうございます。めっちゃ美人じゃん、だって。ありがとうございます。でもあれかな、親父に似るって言うからな、女の子。そんな掘らなくてもいい。覚醒遺伝で浩二さんに似てくる可能性もあるからね。あ、もう最悪じゃん、そしたら。やめなさいよ。なんでだよ。みゆきさん見てる、大喜びだね、みゆきさんね。もうね、浩二さん罵倒するとめちゃくちゃ喜ぶね、みゆきさん。はい、もう一件いただきましたよ。のりさん、ありがとうございます。もう始まってるやん。豆まきの時どんな豆使いました？落花生殻付きのまま、普通の豆、個包装になった豆、あ、個包装っていうのはこういうことね、個包装。
最近の幼稚園や保育所では鬼の面とか NG のとこもあるらしいよ。せちがらいね。そうなんだ。マジでさ、あ、しかもこれ、しかもあれこれちょっと映せる？こあの野井さんのこれ、これさ、これ素敵じゃない？これさ素敵ですよ、ね、作ってくれたんだよね、浩二さんが。浩二さんじゃない、野井さん。間違えた、野井さんだ。野井さん。これにする？今度からあのタイトル画面。これでいいじゃん。今突然話変わった？この前で。せちがらいねって言ってくださってますよ、うんうん、いや私これ好きですよ、うんうんうん、作ってくださったロゴ、ね、うん、でもこれあれだな、すごい素敵。これ待って、あのこうってあのこうがのこう、そう、ゆりえのゆり、道どこにいんのこれないののりさん、のりさん、あのちょっとでいいんで、あの道のことも好きになってあげて、どっかに井戸の井を入れて、あのどこに入れようかね、なんかどっかにね、どっかに、あ、同じとこに並べりゃいいんですよ。どこだろうね、並べりゃいいのよ、どこだろうね、どこだろうな、こう100位にすりゃいいのよ、あ、どこに入れる、身内にも敵がいるぞこれということでね、ありがとう、まだまだ野瀬さんのあれ答えじゃないか、なんだっけ、あ、答えてねえや、あの何、最近の幼稚園保育所では鬼の面とか NG、 何、子供面ね鬼の面じゃなくて鬼の面の人がいたらそれもしょうがないんで、保育士さんがね、こういう人がいたらもうそれはしょうがない、怒ってて、それはダメだな、怒っちゃダメだな、いや怒ってもいいと思うよ時には、鬼の面鬼の、なんで NG なのこれ、子供が泣くから、なんだろうね、なんだろうね、なんでなんだろう、鬼をいじめちゃいけないみたいなことなのかな、なんだろうね、本当もうあの、それか禁止っていうか保育士さんが豆ぶつけられたくないだけかもしれない個人的な最近の子供は本気で投げてくるから嫌だっていう可能性もある、市場がねあるのかな、いや絶対違うと思うよ、なんかあるんだろう ね、 なんだろうね、いや俺なんかさ本当にさ子供に甘いじゃん今の世の中って、子供に甘いのかな、だってもう、いやもうなんかさ、うん、もう気狂ってるじゃん、だってさ、うん、あの競争とかもしないんだよ運動会で、そうみたいな、何あのゴールするときにさ一列になって手をつないでさわーいっつってさ、カーテンコールかってんだよお前、じゃあカーテンコール、カーテンコールかも、カーテンコールって競技作ればいい、どういうどういうことどういうこと、ちょっと詳しく知りたい、その競技を詳しく知りたい、徒競走カーテンコールです、うえーやめてくださいちょっとみたいな、みたいな、ほら怒ったよユリが、鬼だいってほら、ほらちょっと舐めてあげて、やめてよね、傷口はちっちゃいからよく舐めてたわね、傷になってねえけどな、舐めてあげる舐めてあげる、傷ついたら舐めてあげる、いやだから多分これ絶対、はい、多分と絶対って意味わかんないんだけど子供が泣くから、なんか、多分親御さんだよこれ、多分親御さん、そんなこと言ったら秋田の生ハゲ大変なことになっちゃう、そうだよ ね、 ね、思った思った、うん、え、でもさ、今年の夏頃からテレビ局とか、うん、まあ、映画もそうですけど、うん、コンプライアンスがもっと厳しくなるっていう風になるんだよね、確か今さ、大変ですよね、あの面白いドラマやってんだよね、もうそのコンプライアンスを逆に笑いにしてる、 あるね、うん、阿部サダヲさんの、うん、ありますね、あのなんだっけ、うん、コンプライアンスなんか飛んでけみたいな感じだっけ、今日やりますね、うん、タイトルなんだっけ、言っていいのか知らなそうな顔してんのよく俺に向かって聞いてきた、ね、あ、見てないんだ、めちゃくちゃ面白いんだよ、ね、うん、うん、あれね、昭和ってでもね皆さん本当にあんな感じだったのよ、うん、そう、ね、平成じゃない我々が知ってんの、実は実は昭和生まれの平成育ちよ我々は、言ってみりゃ、そんなことないよ、だって俺小学校低学年の時だもん、昭和終わったの、だってさ、あのほらサザエさんとかさ、ちびまる子ちゃんの世界って昭和でしょ、ああそうかもね、俺、うん、あれだよ、だって俺が生きてた時代、え、先生とかすごい厳しくてめちゃくちゃ厳しいよ、そうだよね、バリ体罰よ、だからお水とかもね部活中は飲めないとか、いや本当に、だけど不思議なことに誰も倒れなかった、うん、だからねやっぱね気温がそもそも違うから、湿度と気温が、何そもそも昔は耐えうるまだ湿度と気温だったのよ、え、そうなの、それがもうやっぱどんどん暑くなってきたりとか、そうなの、そうそうそう、根性論じゃないの、違う違う、そうじゃない、うん、単純に環境がもうあ、もうおかしくなってきてるんだ、そうそうそう、だからあのコンプライアンスも厳しくなってきたんだ、だって昔は北海道梅雨がないってよく言ってたんですよ、梅雨とか花粉がないんですよ、梅雨はないでしょ今でも北海道は、だけど雨がやっぱり多かったり花粉症になってきたりっていう、だからだん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 変わってきて、だから向こうにも
だからそのうちエアコンとかさ、その冷房とかさ、すげえしっかり、だから昔は向こうは冷房いらずとかだったけどさ、いやもうそろそろ夏は冷房使わないと過ごせない環境になってきたりとか、だん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 もうそうやって環境は変わってきてるから、もう昔のように水飲まないとか、もう今はもう無理よ、まあ、それも無理だね、汗のかき方が違うから、俺となんか北海道生まれみたいじゃん。はい、今日はこんな感じでお届けしてまいります、はい、一旦 CM です、どうぞ。農林水産大臣賞受賞、すごい。梨好き好き、もぎたて好き、そりゃそうでしょう、うちで食べられるよ。本当に、もう真ん中の人誰、この人がオーナーの小泉さん、イケメン。8月1日リニューアルオープン、お釣りゴールド20世紀甘響き香水修礼、せーの、梨畑より心を込めて遠山園。どこ行った急に、急にね、どこ行った、急にいないっていうね、怖いね、自由だね自由だ、まあ、今回 CM が一つでしたからね、本人気づいてないのかな、まだやってると思ってるのかな、いつもだとねつなげてね CM 流してるので、ね、今日は細切れなんですね、帰ってきた帰ってきたどうしたの、どこ行った、トイレでも行ってたのか、手ぶらだよ、しかもちゃんと閉めないとあれですよ、本当に恐ろしいぐらい手ぶらで帰ってきてるから本当に何しに行ったか分かんない、じゃあ甲賀さん、はい、あれくださ、あの持ってきてたやつをお断りご紹介くださいよ。どうした、あのね、今日ほら新年会ってことでさ、はい、なんか差し入れ持ってきたんだ俺、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、いやでもね、ほんとね、そういうとこ音かっこいい、いつもね、いつもね、かっこいいのよ、ありがたい、うん、まずじゃあね、声ちっちゃいきなり声ちっちゃなんだろう、ドゥドゥンドゥドゥンドゥン、ほんと何も知らないよ、いや知らない私も、じゃん、何知ってるこれ、うわー、バルタン星人、え、なにこれ、なにこれ、焼酎、バルタン星人侵略者の麦焼酎、これすごいでしょ、なにこれ、俺も初めて見たの、なんかエピソードお願いしますよ、そのエピソード、あのお客さんからもらった、これすごいでしょ、なんかすごいいろいろ書いてある、これもあのこれね、生産した方のね写真も載ってるんです、おお、こっちにね、はい、そうなんです、なんかね、あの顔のっけてあげてよ、ひょっとしたらさスポンサーになってくれるかもしれないから、どどん、こちらで、なんで今日みちいちゃんのアップなの、今日大丈夫ですかね、大丈夫ですかね、何を心配しているんだね、絵物理だよ、そうだよ、一応これカバーあげる、ありがとうございます、うん、なんか素敵だね、二本松の、あ、二本松のだ、しかもすごいでしょ、福島県二本松のだ、本当だ、あらららららら、人気酒造、酒造株式、しかもフォ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 って書いてあるね、バルタン星人、ありがとうございます、そしてね、いいですね、なんとね、ゆりえちゃんにはね、はい、あなたが大好きな、はい、ウイスキーのね、おーシーガスリーバルですよ、言えた今、シーバスリーガル、シーバスリーガルですよ、お好きですよ、はい、どうぞ、あーかわいい、小さくない、かわいい、あ、でもミニボトルありがたい、かわいい、ちっちゃくなっちゃった、ありがたいよ、ちっちゃくなっちゃったね、俺一気に今よだれ出てるありがとう、アップでそっち映るかな、これですね、かわいい、あのさ、まあこのサイズからさ、もう一回り大きいサイズも売ってるじゃない、うん、ちっちゃいけれども、ね、どっかの、そう、どっかの居酒屋でね、俺飲みに行った時にハイボールくださいって言ったら、うんうんうん、ドカッとピッチャーみたいな炭酸水と、うん、このウイスキーのボトルでパイって渡されたことある、うん、え、ハイボールって言ったら、うんうん、え、何それ、だからそのウイスキーのちっちゃいボトルと炭酸水で自分でどうぞみたいな、え、ホッピーセット的な、うん、居酒屋面白いそれ、ホッピーセット的なノリで渡された、本当、うん、それはいいね、うん、自分で濃さ調整できるもんね、そうそうそう、めっちゃいいじゃん、ちょっと後で教えて、ちっちゃい、はい、わかりましたあともっとすげえ居酒屋あるよ、あのハイボールがね、ボールで出てくるの、ハイボールっつって、本当に、いや、これは昭和感漂ってますよ今のは、ね、嘘だけどね、ありがとう、はい、まあ、まあ、ゆりちゃんにはこれですよ、はい、あなたが大好きなワインですよ、ありがとう、なになになに、じゃあこれジャブってこと、そうだよ、やだ、そういうプレゼントの渡され方大好き、うん、そう、ちょっと開けてみて、おらら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 、おらら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 、ちゃんとしてる、ちゃんとして、
すごい、なんかちゃんと紙のちょっと こっち側のほら、うん、え、かわいい、このワインフォーユーって書いてある、こんな感じですね。ほら、うんうんうん、え、開けても良い？うん、開けてみましょうこれね。うん、わあすごいおしゃれ。思った以上に今日盛り上がってるじゃないですか。うん、これあ、ご町内の皆様、ご町内ではない。まもなく宴が始まります。鳥越アズールにお集まりください。みんなで一緒に新年会をしましょう。ちょっと昔っぽいあのラジオ。あら素敵な。何、美味しそう。何ワインこれ？赤ですね。あ、赤ですか。しかもナパです、うん、あら、めっちゃ好き、私。あら、嬉しい、めっちゃ嬉しい、ね、はい、ということでですね、ナパ好き。あ、ちょっと、うん、またこっちに、これです。あら、なんだろうな、ワインの格が下がる気がするんだけど大丈夫かな。いやいやいや、ほんとありがとう。 X 来ましたよ。 X、 ありがとうございます。たまちゃん、もう2月ですね。本当だよ。豆まきの NG といえば、うん、幼稚園にピーナッツアレルギーの子がいて、落花生を投げられないってのがあったなんて。え、嘘でしょ。ま、あれ食べなくても投げただけでもアレルギーなの？いやだから投げてちっちゃい子だから口に入れちゃうのよ。あ、そうか。あとはなんかパクって入っちゃうとか、あのちょうど、うあの怖いよね。ちっちゃい子たちはすぐ口に入れるから。なるほどな。それは確かにあるかもな。そうかそうか。リータのくるみアレルギーなの。くるみ。そうたまに、なんかにくるみ入ってる時とかあんのよ。ちょっと食べた瞬間にもあって言って本人わかるんだけど、分かるんだ。もう時すでに遅しでバーってなんか痒くなるらしくて、もうすぐ薬。へえ。そう、なんかあのひどいとあの呼吸ができなくなるんでしょ。そうそうなっちゃうから。アナフィラキシーみたいなね。うん、確かにそう考えると怖いね。怖いよ。思ったよりちゃんとした理由だったね。そうだね、そうだったね。え、じゃあのさっきの鬼の面もあれ、アレルギー、あれ鬼アレルギー、鬼アレルギー、あーっつって鬼の面、うわーっつって、でもさ、そんなこと言ったらもう何もできなくなっちゃうな。いやでも、まあ、鬼アレルギーはないから安心してください。ないかもね。鬼アレルギーはないから安心。私小さい頃獅子舞が大の大の苦手で。あ、俺もあんまり好きじゃなかったな。本当にお正月あれがもう憂鬱で。獅子舞がある地域だったんだ。獅子舞がね、お家に来るの。あんたどんな家なの？来たことないよ。ないよ、来たことないよね。え、家の前を通るとかならまだわかるんだけど、え、あの家にだから生ハゲぐらい、ピーボーンっつって、そう家に来て、ああピーボーンっつって、なんでそれ2回行った？何ピンポン、そんな思い出あんの？お前らが流すからだろうがよ。全然お前ら流すから2回言ってやったんだよ。だってそんな重要じゃないと思ったわけよ。獅子舞がピンポン、そんなに重要じゃないと思ったのよ。重要じゃないことなんてない。まあ確かに、うん、一言一言が大事よ。そうね、大事していこう。僕はもう番組ですからね、うんうん、流すのやめて、ね、本当にね、ね、うんうん、そうだから、お正月の元旦にピンポンできて、朝にピンポンじゃない、獅子舞、獅子舞と お林がバーって来て、うんうん、お家の方にまで来て、玄関を通って家の中入ってきて、中入ってうわー、そうそうそう、そもう恐怖。もしかしたら生ハゲだね、本当に。獅子舞の通路に家が建ってるってこと？建ったって、通り道だな。通り道に厄介な家がいただけなの。そうそう、毎年ね、あの決まりで家には来るようになってて、そんな、いやもうね、この子はもうちょっとね変わっ、ね、まあ、そうなんだ、素敵なのよ、素敵なのよ、ね、あの実はお嬢様なのよ。いやいやいや、そういうことですね。はい、そうですね。一旦 CM 挟んで恵方巻きへと移りますか、うん、そしたら、うんうん、なかなかいいアイディアだね。いいでしょう。じゃあ一旦 CM です。どうぞ、はい。どうすりゃいいんだ。人が来ないわ。続かないな。うん、人材を育てないと。ああ、どうしよう。そうだわ。とりあえずベースボールでも見に。そんな時はお任せください。人事評価をはじめ会社の仕組み作りをサポートします。お任せください。橋岡社会保険労務士事務所。見入っちゃった、ね、見入っちゃった。なんだろうね。さあ買ってきた恵方巻きでございますが、まあ、あんまり長いと本当に放送事故なので、このちっちゃいサイズにしましたよと。これが、七福
って言ってなんかいろいろ入ってるやつ、まあ、一般の一般的なやつ、うん、でこっちは海鮮メインです、うん、海鮮巻きでございます、うん、でこれはヒレカツ巻きなんでやねんっていうね、ヒレカツなんでやねんっていう。あともう一つね、サーモンっていうのがあったんだけど、もうゆりが大嫌いだから、もう本当に、ね、大嫌いじゃない、ちょっと苦手、本当になので、この3つを、あっち向いてほいで、うん、争奪戦をして、うん、3人で一緒に、恵方を向いて食べましょうという。どうやって3人であっち向いてほいするんだよ。3人で2人じゃなきゃできない。2人ずつの対戦で、いわゆる、わかります、相撲の3人の時、ともえ戦みたいな2連勝した人が一番勝ちです。いやあのね、トーナメントみたいな、トーナメント制でいいんだよ。だから違う、トーナメントにするとだからこことここでやって、うん、勝った人がゆりえちゃんとやって2連勝したら勝ちです、うん、順番こにやって、じゃんけんじゃ嫌なんだね。あっち向いてほいが多分いいと思います。どうしてそうなの？え、全力であっち向いてほい最近やってないでしょ、うん、別に。じゃあ最初甲賀氏の舞台道義していきますか。はい、どうぞ。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち向いてほい、じゃんけんぽい、あっち向いてほい、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち向いてほい。やー、しかったー。俺弱えな、俺弱えな。こんな強いで やらないよ。舌を舐めるんじゃないよお前は。舌舐めずりをするんじゃないよ。で次俺とゆりえちゃんがやって、俺が勝ったら1抜けで好きなのやろ。ゆりえちゃんが勝ったら次こことここでやって、だから2連勝していかないとダメです。私もしかしてできないかもそれ。なんかなんでだよ、あんまり上手くない。やってみな、せーの、やってみな。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち向いてほい。いやいやいやルールの説明が必要だった。違う違う、できない。ちょっとちょっと待って、ちょっとなんでだよ。こんなタイムラグあります？そうそう、ラグがね、私そうなの。あっち向いてホイの時に好きなとこ向いてもらっていいですか？いやいや、はい、わかりました。ああ、ルールが頑張れ頑張れ、ルール説明しました。頑張れ頑張れ。最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてはい。嘘だろおい。ええちょっと難しいの、今全力でこうなって、この子多分踊り全然できねえぞきっと。ちょっと待って、あんたどうするの、そのダンスの仕事来たら。首これだけやる作業、これだけ。違うの、ちょっといい、いいよ説明しよう。一個あの、トランプでさ、スピードって知ってますか？知ってる。あれめっちゃ速くて負けたことないのね、うん、なんだけど、うん、あの徒競走のクラウチングスタート分かります？あのバーンって、うん、あれね、あのビデオで見ると分かるんですけど2秒ぐらい遅れてるんですよ、うん、なのでこれもその類なんですね。じゃあ分かりました。じゃあよし、特別ルールで集めておいってやったの、あっち向いたいって言って。違う違う違う、あのゆりえにやらせたらいいのよ。あ、そうだ、ね、ゆりえが言って、じゃんけん勝てばいいのよ。じゃあゆりえが言えばいいんだ、うん、ゆりえが全部言えばいいんだよ。あっち向いてほいって、うん、あ、オッケー。じゃあゆりえちゃんの、ま、負けだとしても、負けだとしても、うん、オッケー。最初はグー、じゃんけんぽい、遅いな、クソ。違うんだよ、アイコなんだよ。何度もアイコであっち向いてほいやってんだよ。なあ、あなた外国人ですか？勝って、ちょっと、じゃんけんで勝った人があっち向いてほいのやる権利があるんです。あ、はい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 。ちょっと待って、こんなに苦労するのか、ちょっと。だからやりたくなかったんだよ。最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてほい、じゃんけんぽい、あっち向いてほい。やっぱり、あっち見て、おい、ね、なんかさ、ちょっと遅くない？なんか、いや、あの、ゆりえほどではないし、お前、じゃんけん超強えな。どうでもいいけど。やばい、決まらねえ。決まらないよ。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち向いて、ほい、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち向いて、ほい。かわいい。体ごとなんだね。ゆりえは体ごとなんだね。首でいけばいいの。でもさ、あ、取っちゃったよ、もう取っちゃったよ。いや、体ごとなんだ。こんなに時間かかるとは、じゃん、時間がなくなるぞ。違う方、いや、ちょっとこれ決着つけて面白いから、ちょっと決着やって、ちょっとやって。違う方行く。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち向いてほい。おぉ、やったー、すげえ悔しい、すげえ。このゆりえちゃんに負けるの相当悔しい。やった、でも難しいな、これ。じゃあ次ここよ。で、ゆりえちゃんが勝ったら、こういうの絡んできました。もういいよ、これ。だって今まだ、決まってないんだよ、優勝者。私が勝ったんじゃない、今のは。でもここと一回だけね、うん、まあ、とりあえず一回コウジさんのね、あのツイッターを、ね、この孫ツインズは長女マサトの妹の子供たちですか。なるほど、この前、あの、この前というか前に来てくれた息子のマサトさんの妹の娘さん、娘だね、うん、美容師なので
美容師さんなんだ。だからいろんな髪型をさっと仕上げてしまうので私もびっくりしています。いやすげえな、おしゃれなママ。おしゃれ。妹さんも今度ね来てください、番組ね。うん、さあ、じゃあ入れて俺の勝負だ。そうで、ここでゆりえちゃん勝ったら位置抜きで好きなの選べるか、はい、ここでコウガさん勝ったらまたここで対決。いいよ、じゃあ入れ替えていいよ。最初はグー、じゃんけんぽい。あっち向いて、ほい。いやいや、動かねえな。ごめん、俺が言っちゃったから。動かねえ。ゆりえちゃんが言わないと、ゆりえちゃんが言わないと。難しいシステムね。難しいね、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。あっち向いて、ほい。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、これでしょ、あ、これでしょ、これでしょ、あ、やばい。初めて、はい。あっちに。ひどい。じゃんけんがまずできてない。じゃんけん、いや、まず。嘘だろ、こんなことあるかい。ああ、やばい。頑張ろう。せーの。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。ひどい。いや待てよ、ってどうなんだじゃあ。だからここでまた会って、甲賀さん勝ったら勝ち抜けよ。じゃあ俺負けたらどうなんだよ。これで永遠に続くんだ、ここで。死ね、死ね、このシステム。やめよ、いいよ、もう勝ちで1、うん、2、3でいいよ、うん、いや俺もう、いやもうさ、なんで俺が1回3位になったんだよ。いいよ、まあいいよ、あのリレーも好きなの選びな。ありがとう、うん、そうしよう。で、余ったの、うん、俺もう残り物でいいからさ。この3年間ぐらいの付き合いでこんなにじゃんけんができないの初めて知ったわ。でもさ、まだまだ分からないこといっぱいあるんだね。あるんだね。もうなんか俺結構2人のことは意外とほとんど知ってるかと思ったら、俺まだまだ未知だったわ。特にゆりえはもう、こう未知だ、未知。そうだね、うん、思ったより決着つかないまま相当時間経ってるんで、ね、はい、本当だ。どれにする、どれと、ヒレカツと昔ながらの七福。あれがあの いわゆる恵方巻きよ、うんうんうん、これ海鮮、これが恵方巻き。あ、これだ、そうか。食べれないものが入ってないかだけ見るね。お、一応サーモンないけどな、うん、アレルギー系か、好きかどうかなんだけど。なんだよ、早く決めてくれよ、1位よ。あの、専門店じゃなくてすいません。近くのコンビニで近くのね、そうですね。そうです、あ、じゃあそうです。じゃあ、いや、早く決めてくれ。お口に合わない、お口に合わない。まあ、でも、こっちにします、うん、七福なの。食うな、お前もう。お前、食うな、もう。しのぶは、ヒレカツと海鮮どっちがいい。なんだよ、お前が好きな方でいいよ。いやでも多分ね、うん、あれだよ、ヒレカツの方がいいんでしょ。いや俺も別にもう何でもいいもん。なんかヒレカツ、もうどうでもいいよもう。じゃあ肉食でいってみよう。なんでだよ。まあでもありがとうな。じゃあ私海鮮です。じゃあ開けて、うん、ちょっとマイクから遠ざけた方がいいよ。バキ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 っつってなんかこう、ほんとあの鬼みたいな。でこれ食い終わるまで本当は喋っちゃいけないっていう競技だから。待って、でも私多分無理だから。いいよ、もうなんかじゃんけんができないやつは食えねえか。大丈夫、安心しろ。じゃあさ、一人ずつ食えばいいんじゃん。違うんだって、みんなで食わなきゃ。なんでなんで。だからあの食べてる人は喋れないから、道が食べてる間俺ら二人が喋って、ゆりが喋ってる時は俺ら二人が喋ってってやったらいいんじゃない。じゃあそのシステムでいく。じゃあよしきから食う。誰から食う。じゃんけんで決める。めんどくせえなお前。よしきから行ってみろよ。じゃあ行きますよ。すごい、なんか早い。なんだろうね、早っ。恋ってこんな感じだね。あの恋ってね、似てんだよな。もう恋、人面魚似てるって言われたことない。ないよ。あ、喋っちゃったよ。喋っちゃったよ。ダメよ喋ったら。いや、食べようとしないで。あのね、みんなで食べない。みんなで食べたら誰がしゃ、あの、いいよ。じゃあゆりも食べな。じゃあせーの、はい。あの、みちいちゃんだけの絵面だとあれなんて。あ、いいですね、ゆりちゃんね。うん。いや、もう、なんかの、なんかさ、なんだろうね、喉に何かが詰まった恋じゃん。みちひよしき、ねえ、何、あの、吐き出したいんだけど、手がないから、どうにもできない、エラ呼吸の恋じゃん。早い。ブワーって全部出したら面白いのに、ねえ、ぶちまけたら。入ってます、入ってますよ。すごいね。出せばいいじゃん。ゆりどこかじったのかわかんねえぐらいよ。あんだけなんかはーんとかやった動作の割には
難しい。全く減ってねえぞ。あっちだよって、うん、どうだったのみじいちゃん、美味しかったの？思ったより、うん、まずかった。あの、なんだろう , 笑いすぎだよスタッフここまで聞こえてくるぞ、この防弾の防音のこのスタジオまで。防弾いや、誰が来るか分かんないからな。思ったより英法で一気に食べようと思っちゃったせいで、うんうん、思ったより味が分からねえ。バカじゃないの味わえなかった。喋っちゃってんじゃん普通に。まあ俺も喋っちゃったけどさ、うん、なんで喋っちゃいけないのこれ。なんでなの、なんで喋っちゃいけない、そういう決まりなの。またなんかダジャレでしょどうせ。なんか、そこダジャレではないんじゃないの。それただ普通のあれじゃない、食べてる時にはなんかね、なんか服が逃げてっちゃうとかね、なんだろうね。あ、うまいこと言うね。うん、おっそいや、ヒレカツの恵方巻きなんて聞いたことないんだけど。よし、いっちゃってくださいよ。いただきます。はいはいはい。丸々入ってるんだ。お、なんか来ましたぞ。途中で食べるとせっかくの服が逃げてしまう。やっぱりそういうことだ。実際ね、さまざまな具材、服が巻き込まれており、食べる途中で喋るとせっかくの服が逃げてっちゃう。うん、うんうん、なるほどね。当たってた。だそもそもさ、うん、さまざまな具材が入ってねえんだよ俺ヒレカツしか入ってないんだから。違う違う、だから肉と衣とだってそういうことよ。あとなんだよ。あとなんだ、言ってみろお前。塩とコショウよ。調味料になっちゃってんじゃねえかよ。いやー、いやー、あ、 CM に行き、あ、はい、CM 流し、うん、CM お願いします。 CM 行きましょう。 CM 行きましょう。はい、どうぞどうぞ。非日常的な空間で非日常を存分に楽しみませんか。ここハピソンでは大きな空、綺麗な空気、おいしい水、大自然を満喫できますよ。及川さん、及川さん、及川さん。最後の何の CM か分かんないけどゆりえちゃんがまさかの途中でもう諦めて送って、え、全部食べましたよ。まさかの途中で送っていう暴挙に出ましたよ。食べましたよ。しかもほとんど食べてないって。これ、ね、ハーフサイズっていうさ、半分のサイズなのにさ、本当の恵方巻きだったらどうしてんの。どうやって、とっても時間かけて食べる。絶対食わないね。とっても時間をかけて。あのプルコギが食いたかった俺ね。プルコギもあったのよ。へえ、美味しそうだね。でも長かったの。長いの。そっかそっか。誰もこの適当に喋りながらやっぱ食うもんなんだな。うん、無理だよな、黙って食う。喋りながら食べた方が逆にいろんな服が口の中に入ってくると思うよ。あ、いいこと、うん、いいこと言ったじゃん、たまには。本当そうだよね。たまには余計じゃない。いや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 。まあっという間に終わりですか。そう、意外と甲賀さんも時間かけて食うタイプだね。うん。これね。うん。給食とかか。大丈夫大丈夫。喋ってどんどん喋って。無理に、無理に大丈夫大丈夫。給食とかさ、給食とかも遅いタイプだってことね。うんうんうん。分かる分かる。なんでか分かる。なんでか分かる。なんでなんでなんで。理由があるの？理由まで喋ってくれるの。何？うんうん。ずっと喋ってるから。ずっと喋ってるから。なるほどね。なるほどね。いや今日はまさかのゆりえちゃんのじゃんけんとあっち向いてこんなにオリジナリティ溢れるとは思ってませんでしたね。そう、ちょっと久々っていうのもあり。首だけ回すことが苦手なの？いやちょっと久々だったので、次は大丈夫。すげえ久々をしてくるじゃん。そう、久々すぎて久々すぎて、もうぜひアーカイブ見たくない。最後じゃんけんぽいも言えてなくて、うーんって言ってたよ。もうなんかすごい愛子が重なったからパニックだった。なんかよくさ、ドラえもんとかサザエさんでさ、最後さじゃんけんして終わるじゃんか。今度からゆりえのあっち向いてほえて笑おうよ。あの視聴者の方と、うん、いいじゃないですか。一回やってみよう。いいね。一回ちょっとシミュレーションしてみましょう。シミュレーション、ね、さあまた来週よろしくお願いします。最後はゆりえちゃんのあっち向いてほえでじゃんけんぽん、あっち向いてほい、またね。こんな感じですか。そうね、ゆりえが吹くわけじゃないからな。そうか、間違えた間違え
やめてよ。しかもじゃんけんでやってる時点で向こうを勝ってた場合どうするんだって話だからそうだ、ね、いろいろと無理があるんだよこれ。も言わさずこっちがだからじゃんけんっぽいでこれをやりつつもゆりは負けた時のことを想定してこういうこととかこういうふうにやると両方に対応しなきゃいけないんじゃないそれめっちゃおもろいんだけど。そういうことだよね、うん、一回ちょっと道にやってみて。また来週よろしくお願いします。最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほい。首がもっと痛かった。首なんか変な音した。こうやってながらこっち向くっていうのをやっぱり慣れてないから。はい、はい、それでは皆様、ね、また来週もよろしくお願いいたします。やっと揃ったこの3人でお送りしました、はい、本日も私末永ゆりえと道井康樹と甲賀忍でございました。また来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。じゃんけんぽいあっち向いてほいじゃんけんぽいあっち向いてほい